でかいじゃん。でかい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 。でかい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 。むっちゃでかい。よっしゃ来た。50アップ余裕で50アップ。あ60ぐらいあるんじゃんほんま。いったんちゃう。60いったんじゃ。これでかいね。これでかいね。でかいでかいでかい。60あるんじゃん。60あるわ。絶対ある。あるあるある。よっしゃー、ほらー、でかい、よっしゃー、これやこれは確実60あります。見ましたか、フラッシュ J じゃなくてキャンドルでやる興奮中これ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 きたー、これちょっとやばいでしょ。本気で釣れましたね60。これはやばいです。もう丸取りもだからライン3ポンドでもうラインやり取りドラッグを出してやれば丸飲みしててもまあ取れる。よっしゃー、これきた、よっしゃーはい今60を釣りました。60を釣っちゃいました。有言実行というかもう今日は釣れるんじゃないかと思ってたんで嬉しいです。むちゃむちゃで今釣れたのはこのエリアなんですけれども、大俣川の、あちらが上流、こっち下流側なんですが、上流でもうその辺からその辺りぐらいから浅くなってて、この辺がちょっと深いんですよね、アウトサイドの。で、今日、その60以外の魚も結構ここら辺でばっかり釣れてます。っていうことは、魚が、車両が水が減ってるんで、浅いところ、もう本当に水深1メートルぐらいしかないんで、その浅いところには行けないんで、こっちに落ちてきてるような感じ。で、この辺で、いっぱい溜まってるような感じだと、思ってました。で、この辺はもう風も強いんで、もう重点的に、やろうかなと思ってて、もう岬上ですよね。この岬上のところでゴンと来たんで、もう基本的にはもう岸に投げて、ふわ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 。ミドストっていうかシェイクというか、こういう感じですよね。もうちょん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 って、もうこれで本当にルアーがもうそんなにシビアじゃないです。ロールせなあかんとか、まっすぐじゃないと一定層を引いてこなあかんとか、もうそんなこと全く考えんでよくて、もうできるだけこう大きめにした方がちょっと距離あると動いてないです。細かくこう押してもなんで、ちょっと大きめにするっていうのが一つコツです。で特にこういうね、七色なんか池原七色なんか来ると水がきれいなエリアって絶対あるんで、そういうところでちょっと見て練習してもらえればすぐうまくなっちゃいます。はい、さあ何センチでしょうか。僕の普通にメジャー測ったら 60.5 センチでしたが、60、口閉じて、これ60なんで 60. 点なんぼとかいうレベルやね。 60.2 とかとりあえず60はいってます。これ60なんで、はいね、そういうことですよね。この赤までいってるから、はい、これ口ちゃんと閉じてますね、口閉じて、はい、とりあえず60、はい、こんな感じでピース60やったぜ。60今年初、ビルビルビルって風にすっごい風、はーい OK ですか。はい、はいよし。うわ森田さんに買って。いや、やったー。3000円、3180ですね。すごい。はい。お疲れ様でした。今回は七色ダムに、やったわけですが、まあ、この。キャンドルテール 3.51 の縦差しのジグヘッドのミドストですよね。それが、まあ、かなりいい結果を生んでくれて、まあ、60っていうもう本当にね年に何匹しか釣れないような感じのバスさえも、動画の中に収めることできたんで本当に僕としても良かったと思います。でまあ、前回というか池原ダムで見せたフラッシュ J のフラッシングミドストとまたちょっと違うキャンドルテールの縦差しミドスト、これも本当にすごいパワーを持ったルアーなんで、これからもっとどんどん使ってもらえれば、でっかい魚から、ちっちゃい魚までどんどん釣れるので皆さん試してみてほしいと思います。これです。じゃあ今日はありがとうございました。